ザタイ、こんばんは。チピラレイチ、こんばんは。こんばんは。背景パワーアップ、背景こんなかそんな変わってない、変わってない、まだ変わってない。背景はちょっと待って、これ新しい服、新しい服で買ったんだよ。これこんな感じのお洋服で超シンプル。アバター変わったけど分かるよね、分かるよ。秋田のこんばんは。なんかさ、今日超暑くて、今窓開けてんだけど、まだ暑い。時間ぴったりや、そうよ。覚えてくれてるんだ。うん、覚えた覚えた、ここに書いてるもん。でででで、あらかわいい、あざーす、あざーす。ありがとう、誰だな。レイチの背景好きすぎる、本当にありがとう。ガヤ式って作るの好きよ。質問コーナーとかね、もうちょっと経ったら行こう。今もう行こうとしちゃった、早いね、まだ早い。めっちゃ暑いね。そう、暑いの本当に。今日札幌なんでだろう、20は絶対あるはず。現在21度。え、大丈夫かってぐらい暑くない？東京のさ、なんだっけ、握手会の日とかどれぐらいなんだろうね、温度、気温。カラスが鳴いてます。今日も可愛い、ありがとう。今日ね、ちょっと学校から5時ぐらいに帰ってきて、学校から5時ぐらいに帰ってきて2回目で、レイサッカー、ま、サッカー前にエールください。サッカー頑張れ、応援します。カラスも応援してます。でね、なんだっけ、何の話してたっけ。あ、学校から帰ってきたのが5時ぐらいで、それでちょっと時間がやばいと思って、髪の毛ドストレート、ちょっと編み込みしたかったんだけどね、ドストレートで、メイクをあえて薄め、ステビューラーはまだ見つかりません。お姉ちゃんのを借りました。ほんとにどこ行ったんだろうね。ルーシェさん、クマさん、一つありがとうございます。さあ、チピロ帰宅な、あ、そうなの。学校お疲れ、私はバイト終わり、マームだ、どうもクマさん。梅丸初見です。え、梅丸って初見、本当に、あれ前来てなかった。え、ごめん、違ったら。まだ見つからない、見つかんない、まだここにスティックのりはあるけど、全然関係ないです、すいません、まだ見つかりません。ちょっと待ってね、いやマジでカラス鳴いてる。初見です、いちごちゃん、こんにちは。あ、生茶だ、生茶来た、どうも。ここにここに生茶さんっているから、ちゃんとありがとうございます。そして、こう、神戸の剣、神戸の剣初見です。嘘じゃない、え、絶対前来てたって。すぐるタコとアイスありがとうございます、美味しくいただきます。メーポン、レイチェこんばんは。今日は暑かったね、もう今も暑い、まだ開けてるけどね。あ、ほんとだ、カラスいる、まだ開けてても暑い。カラスが1、2、3、4はいます。いい、どうでもいい情報、すいません。髪伸びたな、本当ありがとう。挑戦者の時こんなんだったよね、ピラーンって、これぐらい伸びたのかな。今日はね、体育で 100m 走ってきたさ。心を込めてハート100個ありがとうございます、ありがとう。コゼバンチョ、今日なんかおとなしいな。おとなしくないよ、全然テンション高めです。お、だいたいみんな来てくれたから、ちょっと待ってね、質問コーナーに飛んできたい。どれだ、あれあった、ツイッター。挑戦者の時はそうでもなかったけど、今ものすごく好み、ありがとう。そうでもなかったんかい。疲れてるやろ、全然疲れてないよ。何秒、レイヤー早そう、レイヤーは
100メートル だ。100メートル何秒だったっけ。 16.60 って言ったよねさっき。 16.60 です。早くも遅くもないんじゃないかな、わかんないけど。うん、いっぱいコメント来てたな。レア様子見して喋っちゃうから。イノコトールン、イノコトールン、ヤッホー。走れるの、走れるわ。なんで今日ね、なんだっけ、レータッチ体育2時間あって、で、もう陸上競技大会とか近いからダンスと女子分かれてやるんだけどね、そのなんだっけな、女子は幅跳びをやってから、幅跳びやってる間男子は 1500m 走る、 1500m 終わったら女子と場所交代して、女子次 100m 測るみたいな感じでした。俺中学の時陸上部だったから 100m は 12.3 秒だったよ。もう自慢かい。ありがとう。2時間はきつそう。体育好きだからな。レイチ体育得意そう。好き好き。体育スチスチ。昼飯後の1500で入ったわ。ああ、そうなのね。レア、お昼ご飯前の体育だったから大丈夫だった。うん。音が聞こえ。今日も可愛いな。あややん、ありがとう。あややんって名前可愛い。体育ダンスは楽しい。ああ、わかる。レイチスティスティ、ありがとう。犬子トールに名前変えないでくれてありがとう。嬉しい。レア久しぶり、リクヤホー。待って、ここかゆくなかった。走るの嫌い。え、そうなの？走るのって良くない？結構。もう中学は8年前で、俺、おっさんやな。8年前？おっさんでもなくない？名前褒めてくれてありがとう。ニックネームで、言われてたから。あーね、そういうことね。こちらこそ。先月の後半ギガ制限で積んでた？どういうことだろう。みなみんハートありがとう、いっぱい。嬉しい。23歳のおっさんです。23歳はおっさんではありません。ハート100個突破ありがとう。ねえ、質問コーナーに行っていい？行くよ、質問コーナーにピョーンと飛んでいきたいと思います。どれだ。あれ、ちょっと待ち。ね、今日のさ、あ、皆さんイコラブさんのナタさん知ってますか？知ってる？コメントが来ないぞ。知らない。え、知らないの？イコラブさんのあのセンターのツインテールのナタさん、今日一人ディズニー満喫しましたっていうツイートを見て、もう本当に可愛いなって思って帰ってきて見たのが、帰ってきてツイッター開いていきなりナタさんのあのなんだっけ動画出てきて、もうなんかもう萌え萌えでした本当に。よいしょ。質問どうぞ。あ、ちょっと待ってね。レイチェ来たよ。ラストヒロインのくるみちゃんと知り合いやったん。いやね、びっくりした。本当に？
そう、くるみとはラストアイドル、くるみもラストヒロインのあの番組出る前と、レイもラストアイドルのやつ前だから、何年生だ、小3、くるみも小3ぐらいから、レイの小3の時で、くるみが高校生だったかな、その時から知り合いだよ。質問コーナー行こうよ。オッケー。一人でディズニーとはハート強いな。ねえ、年パス持ってるのかな、多分。本当に可愛いよね。ナオタンさん大好きです。もう本当に。よし、質問コーナーに行こう。どこだ、あった、よし、マームからの質問です。質問じゃない、質問、なんか変な質問でごめんねって書いてる、最後にレイチ、やっと告白の時の服装決まったよ。でも髪型迷ってて、うまく髪巻くコツあったら教えてほしい。うまく髪を巻くコツあったら教えてほしい。なんか色あったらよかったな。え、こっち、え、どう巻く、ミックスだよね、ミックスがやっぱうまく、マームいるかな、マームします。こうこんな感じ、こんな感じで巻いてくあー、これがね、どんどんこういって回って、うおーみたいな、なんかでもこれをここをこういってやって、ここでこう分けて内巻きしたら、次こっから横の髪の毛、次外巻きっていうのを繰り返していけば、たまにアフロになることあるけど、大体はうまくいきます。もうゆる巻きがちょうどいいと思う、マームは。あと、ケンタッキーで一番好きなの何か知りたい。なんか変な質問でごめんね。あ、ケンタッキーで一番好きなのはビスケットです。ビスケットです。ケンタッキーではビスケットが好きです。アフロわらわらやめてください。なりません、アフロにはなりません。ちょっとなんかゴワーってなっちゃう、爆発ちょっとしたみたいな。レアなったことあるもん。髪の毛長いのに髪の毛ついてるしたら、こんなの、こ、え、どれぐらいか、結構これぐらいあったのに、ついてる人こんなのちょっと本当にもう下手くそな時もありました。ケンタッキーでビスケット、いや本当にケンタッキーはビスケットが美味しいの。次、通信制限で行けなかったけど、多分いけるかも。質問というかクイズ、ナッツが仲良いラスアイファミリーは誰でしょうか。え、これはもうお決まりのモモなんじゃないの。モモなんか、山本の愛理です。絶対そうだって、モモなんだよ、絶対、モモなん。モモなんか山本愛理だよ。はい、残念。なになになに、でも、ねえ、ナッツンはいろんなこと仲いいから、でも、アニメで、アニメが大好きなのがモモナンとナッツンで気合うから、そこ二人がいるイメージが強いんだけどな。誰、大石ナッツンで、そうでしょ、おいしなっつんでしょ、おいしなっつん、な、あの、あれ、ななみじゃない、間違った。ももなんとアイリーといるイメージが強いけど。ヒントは犬子といえば？なに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 ？ちょっとリク、早く、早く。え？どういうこと？ん？レチレチレチ、なになになに？カタカナ入ってるし。正解欲しい、当たり前でしょ。ちょっとリク貯めないで早くして、ちょっと、なになになに、こうさ、もうしつこいわい初見です、ありがとうございます。みおちゃんでいいかな、ありがとう。リク早く、わかりません、ちょっとがかわいい、ありがとう。正解はだから食べすぎだって早く、
ななみんでした。ななみんだったのね。犬子といえばなな、あ、そういうことね。高一女子です。よろしくお願いします。あー、よろしくお願いします。嬉しい。だから犬子といえばだったのに、いや、なんか破天荒とか出てくるのかなと思って。わかりませんでした。です。はい、モズ。アリアさんこんばんは。その時間大抵仕事中なので無音無言で星投げ頑張ります。これはモズは目に見えてんのかな、アリアのこと。わかんない。え、コメントしてくれないかな。待って、まず見てるかな。てんてんがちっちゃくてモズに見えないっていうね。もうちょっとでかく書こう。え、いるかな。あの、返信お願いしますって。モズ来てるか、ちょっと皆さんアイコン探してください。初見です。コニーさんこんにちは。いないのかな。なんか仕事が火曜日でがっつりかぶっちゃったから、無音無限で星投げ頑張りますって言ってるから来てるとは思うけど、コメントができてできないかもね。もしかしたらモズ氏来てないみたいやな。あ、本当に。でもまあまあ、たくさんして来れるようにしましょう。はい、島さん。僕もよく漢字でバカにされたわ。測るは使い方を間違えるといじられるから気をつけましょう。勉強頑張ってください。まあ僕も漢字苦手なので漢字勉強頑張ります。いや、島さん、一緒に漢字勉強頑張るか。頑張るか。頑張りましょう、一緒に。多分、レアの方がレベル低いかもしれない。ちょっとレア頑張る。親戚ぐらいは読めるようになりますよ。次！ルーシェ、ストレスの発散方法は何ですかって。ストレス感じますか？ストレスは別に感じないね。そうね。わかんない。カラオケがね、カラオケが趣味なので、だから、ストレスが溜まってんのかもわかんないぐらいだから、特にないんじゃない？カラオケが趣味だからもう、あるのもわかんないけど、あったとしても、カラオケが趣味だから多分いなくなってると思います。次！夜勤前だけど少し見に行けそう。では質問。今度は歌詞会あるけど、服を選ぶときの一番のポイントって何？じゃあ、レイチールームで。うん。服を選ぶときの一番のポイント。え？こう選ぶ。やっぱ目立つ色は一つは入れたいよね、服に。です。ごめんなさい、なんか変な感じで。目立つ色を布のどこかに入れたいです。次でーす。レイって名前珍しいですね。犬子もですけど、由来みたいなのはありますか？人から最初聞いたとき、残るや何か必殺技の名前ですかって言っちゃった。てへん。でもレイチ、そんな可愛さある意味必殺技ですね。おうおうおう、ありがとうございます。はい、レアの名前の由来はもうこれはね、あれなんだけど、お寺でお世話になってる住職さんと親で決めたらしいですね。そうらしい。バカでも元気が一番。そうね、もうね、名前が珍しいからか、もうこんな元気な人間になりましたよ。
ありがとう、いいえ。はい、次。佐藤さん、可愛いからリチ見たいけど火曜の夜は仕事だから見れない。でも定期的に配信してくれるのは嬉しいです。ありがとう。質問だけ書いておきますね。レアっていうひらがなの名前珍しいなって思ったんだけど、どんな意味、どんな願いを込めてレアと名付けられたのでしょうか。これもさっきと同じですね。え、願いってなんだろう。もうでも願いじゃなく画数とか見たのかな、わかんないけど、由来とかはもうさっき言った通りです。マユティン来てる。あ、来てるよ。マユティン呼んだ。いる、マユ、マユ、高橋マユ、テンション上げ上げ高橋マユ、マユの前、もう顔、顔こうだけマユ、マユ、ちょっとコメントください。マユでさ、もみやまあやなんいるかな。ちょっとね、あやなんのさ、これコメントが表示できないようになっちゃってて、これ見て、あやなんのコメントが表示できなくなっちゃってて、だからあやなんごめんね。写真かなんか送ったのかな、なんでこうなっちゃうの、わかんないけど、ごめんなさい、見えないの。まゆさんリポート終わったのかな、わかんない。まゆさん、まゆさんショールーム来てってさっき LINE したらガチで来てるようですね。ちょっとコメント探したい。いたの、え、どこにいんの。